じゃあ僕はい、うん、モーストフェイバリット。なるほど。フェイバリットはですね、おお、ああ、そうきた。シネマサロン、映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は、5月公開作品のフェイバリットについて語ってまいりたいと思います。はい、なんかやっぱり4月がさ、はい、去年のカンヌ国際映画祭に出た、いろんな映画の進みを観察するね、終作が多かったんで、ちょっと5月はちょっと落ちます。洋画がちょっと少なかったような気がしますね。まあ私はだから5月は邦画がやっぱり注目作、面白かったのが多かったな。それはどうなんでしょうかね。じゃあまずは、じゃあ少なかった洋画からいきますか。じゃあ竹内さんは。僕ね、5月で面白かったのは2日公開の「アンナの出会い」から6日公開の、まあ僕的に言うとガイだけど「オールドボーイ」ね、 4K リマスター版から、あと6日公開の「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」が27日公開の「息子の面影」、この4本ですね。だけどこの4本のレベルからいっても先月のレベルに比べたらかなり低いことは低いですね。なるほど。でまあ保留にして、佐久さんは何が面白かったの？私は直近のやっぱ息子の面影が結構想定外だったので、想定外映画大好きなんですごい面白かったですが、やっぱちょっと重いんでフェイバリットって言われるとちょっと下がっちゃうかなっていう。そうなんだ。じゃあフェイバリット的には何が上がってるんですか？まあオールドボーイはね、再建だったんですけど、まあ相変わらず面白いな。まあ面白いよね。でもダントツで「トップガンマーヴェリック」が1位ですね。ああ、なるほどね。まあ僕もそれは一応面白いに入れてもいいかもね。「トップガン」はもうもちろんね、アメリカ万歳的なところとかツッコミどころはあるんですけど、まあ満足度で面白かったねっていう。でだから自分がね、やっぱここまで「トップガン」を面白く思うっていうのが不思議で、音調がもう1段もう2段も上がるもんね、それだけでね。そう、いや本当に楽しかったし面白かったので、またね久々に何回も見たいなっていうふうに思いましたね。見るんですか？何回も。まあちょっとほら忙しいと。1回目は IMAX で見て。IMAX で見て。じゃあもう楽しくないじゃん。いやいや。1回目普通で見て、2回目 IMAX で。いやいや。4DX もあんの ？4DX これ見てもいいかなとちょっと思いました。違う、上映がある。ある。じゃあそれ見ればいいじゃん。そうですね。まあとにかく5月の洋画のフェイバリット1位は「トップガンマーヴェリック」でした。はいはい、わかりました。T さんは？はい、私は2本。おお。でも1本にしようと思って。いやでもまあとりあえず2本は何なの？2本は「トップガンマーヴェリック」と「トップマン」「トップガンマーヴェリック」と噛みましたでバレちゃいました。あともう1本はオードリー・ヘップバーンです。ああ、へえ、そうきた。これシネマサロンのメールにわざわざ T さん宛てにおすすめみたいな感じで長文で視聴者さんがくださってて、どうしよう時間ないけどと思って結構無理やりというかなんとか言ってがすごく良くて。何が良かったのあれは？いやー、なんかそのユニセフ大使されてたじゃないですかと、まあ女優さんのお顔の彼女のことぐらいしか私知らなかったんだけど、結構深い悲しみを持ってずっと人生を歩んで来られたっていうのを、結構そのなんだろう、ドキュメンタリーなんですけど、その結構作品にフォーカス。僕もね見たんです。佐藤さんごめんね。ごめんごめん。だって見たかったんだもん。なんか彼女の人生にフォーカスしてずっと流れてたので、もうずっと泣いてしまって。そうだったんだ。感動しました。そうか。まあ彼女さ、戦時中さ大変だ。あんた自分のことやって話聞きなさいよ。だって見てないんだもん。いやいやいや、そういうことじゃないですよね。そんなせっかく話してるのにね。でもそんな話だったんですね。結構戦時中だからね、なんつうの、栄養失調になるぐらいものが食べられなくて大変だったんでね。あれがもう彼女の生涯を苦しめた。まあまあっていうか苦しめたんじゃなくて、それが彼女のこう根本にあるっていうね。だからそのユニセフ大使になった時に、まあ、かつてのその自分の戦時中の記憶とかよみがえる、うん、で彼女はその栄養失調になったし、その戦争でブランクでね、うん、それで夢であったバレリーナになれなかったね、うん、それがその彼女のすごい根幹に、うん、まあこう影を落としてるんだよね、うんうん、あとお父さんが子供の頃逃げちゃって、うん、お父さんに愛されなかったっていうのももう一つの彼女の影で、うん、この2つの大きな影が彼女の人生をすごい占めていて、うん、だから彼女は晩年ね、そのユニセフ大使になって、うん、みんなに心配されるほど働いて、うん、で、まあ、その果てにねがんだっけなんかで亡くなってっちゃうんだけど、うん、だけど最後にそのユニセフ大使として彼女がその世界の子供たちに尽くしたことが彼女のなんか人生を全うしたように、一応番組はね、番組じゃない映画はそういうふうに作ってて、まあ非常に感動的なドキュメンタリーだよね。でしかもその若い頃ね、やっぱオードリーが綺麗でね、そうなんでしょうね、それはそうだね。やっぱりその僕はやっぱ思ったのは、ローマの休日に出てきた時はまだ俳優としてのオーラというよりも、うん、オードリー・ヘプバーンのオーラそのものなのよ、うん、でもだんだんこうやっぱり長じていくと、うん、その俳優としてのオードリー・ヘプバーンのオーラに変わっていくところが、うん、やっぱり見てて結構感動しました、ね、なるほど、うん、でどっちにするの？トップガンマーベルそうだよね、それはすごいすごいよね。まあ僕は5月は別にためることもなかったんですけど、うん、アンナの出会いがモーストフェイバリットです、面白かった。見られてません。うん、これはなんだっけ、若い頃に撮ったなんだっけ、タイトルが忘れちゃったよ。彼彼女あなたなんとかだったかな、うん、私かな、はい、のモチーフと結構やっぱ同じなんだなと僕は思ったのね。うん、まあ人によってそれは解釈が違うと思うんだけど、で彼女は若い時にそれを撮ったそのアイデンティティの旅みたいな感じをその長じて自分のその越し方を振り返って作ったのがこの「アンナの出会い」だと思うんだけど、それを2泊3日だったか3泊4日だったかなのその自分のキャンペーン旅行の中で描くっていう方を取ってて、しかもその撮り方が結構やっぱ凝ってて面白かったので、僕は今月一番面白かったのは、お気に入りだったのは「アンナの出会い」ですね。はい、まあ息子の面影でもいいんだけどね、うん、面白かったけどね。まあ僕は「トップガン」は面白かったけど、まあ僕のフェイバリットにはねならないですからね、それ。でも CG 使わないでっていうとこがやっぱな、だってそんなの気持ちだから、うん、しょうがないじゃん。いやでも、いやあの人を絶対愛さなきゃって言われても愛せないのと同じですよ。まあわかりますよ。でもやっぱりほら CG 全盛のね、いやそんな別に説得映画の中で、うん、やっぱりトム・クルーズのね、いやそれはもう散々番組で喋ったじゃないですか。いやもう一度念押しでいやいやもう知ってますよ、そんな。そうですか、うん、よかったな。はい、じゃあ邦画、はい、5月の邦画で僕が面白かったのは「死刑に至る病」と「派遣アニメダッシュ」と「犬王」、この3本ですね。なるほど、はいで保留なの、保留最後に言う、ずるいね。なんでずるいの？だってじゃあなんで俺が一番最初に言わなきゃいけないんだって話。じゃあ俺邦画一番最後でいいですか？ダメ。なんで？だって主催なんだもん、最初に言わないと。ゲストに花持たせんでしょ普通は。そうか私は邦画は面白かったのは「死刑に至る病」と「重苦しいけど流浪の月」はやっぱちょっと見ちゃったなって。あと「派遣アニメ」はなかなか面白かった。想定以上によくできてて泣いちゃいましたね。あと「シン・ウルトラマン」、これがまあやっぱり庵野さんのこの新シリーズは楽しいなっていうふうにすごく思いました。新シリーズね、はい、がフェイバリットはですね「夜を走る」ですね。これはねもちろんねそれほど予算もかかってないし、こういろいろ突っ込みたい方もいるでしょうし、お好きな方が分かる、まあちょっと苦手とかなんだこれっていう人もいらっしゃると思うんですけど、中盤から後半にかけての本当に走ってる疾走感がねすごい面白かったです。いやでもさ、シネマサロンやってなきゃ絶対見ないじゃないですか。それをさ、まあ月間でもねモストフェイバリットに選ぶってさ、なかなかやっぱりなんかこういろいろ選んでると、自分が好きな傾向がやっぱりこう意外なさ、そうです、想像以上な展開がやっぱ好きで、でしかもあんまり嫌な感じがするとかもちょっとはあるんだけど、それほどなくて。あの処分する中国人の役の人とかもちょっと笑える感じじゃないですか。あの辺がねちょっとなかなかいいなと思って。なるほど、はい、意外でしたね、はい、意外でしたね、はい、でした。 T さんは1本に絞ろうと思ったんだけどまた2本になって。いやいいんだよそれは言うだけ言って。流浪の月と犬王です。ああなるほど、へえ。でも流浪の月かなって。流浪の月なんだ。うん、なんかやっぱり演技がもう皆さんすごくて、内容はもちろんすごい重くて、あれが良かったっていうわけではないって言ったらあれなんですけど、映画としてはすごいなんか残りました。うん、はい。なるほど。じゃあ僕死刑に至る病で。はい。モーストヘイバリット。なるほど。どこが面白かった？あ、好きなんですか？もう散々喋ったやんだってあの中でね。いや、やっぱりさ、なんだろう、いろんな深いことを考えさせられる。僕はまあね、佐子さんにもよく言いますけど、本当に危ない人には近寄らない人をしてるので、やっぱりその人間の何が一番怖いかって言えば人間が一番怖いと僕は思ってるんですよ。しかもなんだろう、最古の人って本当に見せかけはやっぱりすごいチャーミングじゃないですか。だからさ、本当に付き合ってもさ、分かんない時もあるし。本当に人間って怖いなと僕は思っていて、それをつくづくやっぱり久しぶりに死刑に至る病で思ったんで面白く見ましたね。あと役者陣がやっぱりみんな良かったですね。アンサンブルも良かったし、私は凶悪と死刑に至る病がね、同じ白石監督で、自分は凶悪の方が好きなんですよ。好きっていうかまあ映画として面白いなと思うんで、だからちょっと死刑に至る病は凶悪は超えなかったんでヘイバリットの1位にはならなかったです。僕は凶悪は全然そんな買ってないんでみたいですね。私は凶悪結構好きな、やっぱりかなり若書きだよねあの作品は。そのでもそこも含めて、いやわかりますよ、もうこれは好みだから、なんであんな人愛してんのよ、いや好きなんだからしょうがないわよっていうのと同じだからね。あとね、俺最近「流浪の月」でちょっと考え直話をした人が松坂桃李君演じるね、彼がそれネタバレにならない？大丈夫？ネタバレになるかな。それはネタバレだね。ここでネタバレしてどうすんのよ、だってやばいよそれは。そっか、見てないね、ご覧になってない方も多いですから。確かにそういうのはどうしたらいいの？いやどうもできないですね。その最後の方がちょっと納得いかないっていうか、ちょっとおかしい、それはちょっと不自然じゃないかっておっしゃってるのを聞いて、あ確かにそうかと思いました。それは僕が不自然って言ってるのと別な理由なんだね。そうですね、ちゃんとこう根拠のある、根拠がある理由なんだね。まあそうかもしれないなと。じゃあ後で飯食った時に話しましょうね。ちょっともしこれご覧になってたらコメントでね、流浪の月に納得いかないとこを流浪の月のところにコメントいただけると嬉しいんですけど、なんかね、その多分今お聞きになりたい方もいらっしゃるでしょうから、佐子さんはどうにかしてそれを伝える術を考えるのがいいんじゃない？わかりました。っていうことで、じゃああれだね、トップガンが2票だけど、あとはバラバラってことですね、実は。やっぱり面白いね、こうやって一緒にやってもこんだけね、好みって違う。でもね、さっきおっしゃったように、夜を走るを自分が選ぶとは、シネマスの始まりまでは。これもね、何度か佐子さんにも言ってますけど、フェイバリットって言って、こうやってこう、順々に並べたり、一回一回やってると、こんなのが自分のって思うじゃない。これが面白いんだよね。今月は俺も最初からね、夜を走るだな。そうなんだ。全然とっかひっかいせずに。それもすごいね。でもそれあんまり夜を走るのかにあんま感じなかったね。まあ後からなんだね。見終わって感想し終わった後にやっぱ面白かったなと思って。だから監督のね、佐藤監督の次回作は非常に楽しみです。なんか自分のこと言ってるみたいだよね。名前もいいしね。一緒だもんね。字は違うけど。そうか、それでね、いや、それは関係ないんですね。関係ないんですね。はい。ということで、5月のフェイバリットは洋画があんまり盛り上がらなかったです。トップガンマーベリック2票と竹内さん何でしたっけ？だからあれアンナの出会いね。これシャンタル・アケルマンですか、すごい面白かった。で邦画が死刑に至る病、夜を走る、流浪の月をなんか順当に順当だなこれバラけた方が面白いよね。あとこれがさ、まあ7月か8月にある上半期のねフェイバリットにどう絡んでくるかお楽しみっていう感じですね。楽しみということで本日は5月のフェイバリットについてまた来月7月の2週第2週に6月のフェイバリットを収録するということですね。どうもありがとうございました。